清原光頼は平安時代後期の武将。出羽の皇族、清原光法の子。源氏の源の寄地下と安倍氏の戦いである前9年の薬事は当初は中立の立場を保っていたが、劣勢にある頼地下の度重なる要求を聞き入れ、参戦。弟、清原武則を使わした。この清原氏の参戦により、形勢は逆転。源氏を勝利へと導き、 清原氏を東北の覇者へと押し上げた。この清原氏の派遣は、後三年の役を解く四年、漢字元年まで続くことになる。前九年の役では当初は中立の立場を保っていた。三つよりの系統は、安倍氏と隕石関係にあったとも考えられている。その後、後悔の戦いで大敗するなど道の区の安倍氏に苦戦を強いられた、源の頼近は万作付きで、 三頼に、進化の例の形をとってまでも参戦を依頼する。これを聞き入れた三頼は自らは出陣せず、弟、竹則を対象とした大軍を道の国派遣する。形勢は逆転し、安倍氏は滅亡した。この行により、竹則は、朝廷より、十五位下鎮守府将軍に部任され、清原氏は、安倍氏の丘陵を平敦して、王羽にまたがる、大勢力を築くに至った。 この時から、では秋田城と道の区陳樹府に分かれていた、遠い聖場権見が陳樹府に一本化されたものと考えられている。陳樹府将軍としての任務遂行のために、道の区に移った竹森とは別に、三頼はそのままで輪に留まったものと思われる。本拠地は、平河軍大鳥居さんであったと言われる。三頼の子には、大鳥山太郎来園がいたが、この後は竹森の子が、 清原氏の本流になるなど、三つより、来園親子と、竹のり、竹貞、だ、誠との間の力関係や、主従関係については解明されていない点が多い。後に、来園は、5三年の役の折に、源の家により滅ぼされた。ありがとうございます。